若狭路博2003は、福井県小浜市で2003年9月14日から10月13日まで開催された地方博覧会である。若狭路における自然や文化を多くの人に知ってもらうため、食、祭り、海、エネルギーの4つをテーマにして開催された。開催コンセプトは、水と炎の千年祭、想定入場者数は30万人、事業費は12億とした。 それに先立ち、鶴ヶ市、小浜市、三方町、三浜町、上中町、田昌村、高浜町、大井町の8市町村提携イベントが4月から11月までの8ヶ月間行われた。この若きオロ博2003年の特徴は、支援ボランティアグループ W イングこの博覧会の運営に参加しており、ダンスフェスティバル、よさこい祭り、 千年行列といったイベントや会場の清掃を行った。最終的には想定を上回る43万千人が入場し、イベントは成功に終わった。シンボルマークは坂本美由園が制作しており、若狭湾と太陽を表現している。キャラクターは街道大介が制作しており、食、祭り、海、エネルギーの4つをそれぞれをキャラクターに表現している。 グループ名は、我がピョンズ。キャラクターの名前は、食が、もぐもぐ、祭りが、ワイワイ、海が、スイスイ、エネルギーがリキリキとなっている。テーマ曲の名前は、若さじコールユーワカサロにおいでという意味で、自然や文化を軽快なテンポで爽やかに表現している。博覧会に先立ち鉄道では、臨時列車を運行して会場へのアクセスの確保を行った。特急マイズルは、 小浜駅まで運転区間を伸ばしたり、臨時特急、若狭白号が、富山駅から683計3両で運転、臨時急行、若狭白号が、福井駅からエーデル鳥取に使われていた、キハ65計4両で運転、臨時快速、若狭路快速が、鶴ヶ駅から125計3両で運転した。バスも、近鉄バスが大阪から、 海会場直通のシャトルバスが運行された。2003年10月4日午後2時ごろ、人権啓発フェスティバル補助権啓発イベントに参加するため視覚障害者が盲導犬を連れて会場に入場しようとしたところ、スタッフに止められ数分後にやっと会場入りした。その後レストランに入ろうとしたところ入店を拒否。 されてしまった。補助権の受け入れを義務付ける、身体障害者補助権法施行直後の出来事であった。その後、福井県と小浜市の職員が、視覚障害者の男性に謝罪した。ABC は佳境路白2003開催概要、W イングホームページ小浜市具体的な取り組み、広報オバ2002年6月号鉄道ともの会、福井支部法は立ち平成15年11月号、 若狭路博2003交通アクセス、盲導犬連れた、視覚障害者、イベントで、入店拒否毎日新聞、福井長官2004年3月14日、若狭路博の盲導犬入店拒否問題で、視覚障害者の男性に謝罪毎日新聞2004年3月16日、ありがとうございます。